はい、それではね、こちら、ボイルワッシャーのね、コットンプリントの紹介になります。はい、でまずね、この生地の特徴なんですけども、ベースのね、このボイルワッシャーですね、コットンボイル、コットンボイルってね、薄手の素材なんですけど、それにこのね、ワッシャー加工が施してあるんですよね。なので、非常にね、こう軽やかでね、こうナチュラルな質感を楽しむことができるんじゃないかなと思います。はい、でこのねデザインも小さいねこうドットがですねランダムに散りばめられてね非常にねこうちょっと個性的な部分もあるんですけどもやっぱりこう春から夏にかけてねこう楽しくなるようなねこうデザインを、楽しんでいただきたいなと思います。はい、それではね次生地のね、質感いってみましょう。はい、まず、厚みなんですけどもこれね、コットンボイルということで基本的にはね薄手素材になるんですけどもこれねワッシャーがかかってるので程よいこうボリューム感を楽しむことができます。で風合いもねやっぱりすごくこうサラーっとしていてねやっぱり汗ばむ季節にね本当にこう涼しくね使っていただけるんじゃないかなと思います。はい、次ね、ドレープ見ていきましょう。ドレープもね、こんな感じでナチュラルでね綺麗なドレープ楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。はい、次ね、透け感見ていきましょう。こんな感じですね。これねボイルってすごく薄手素材なんですけども見ていただくと分かるんですけども意外とこう透け感が少ないんですよね。程よくこう光が入るぐらいなので非常にねこう洋服としてもね使っていただけるんじゃないかなと思います。ぜひねやっぱりこう春からね夏にかけてね、トップスね、あとこうワンピースあとギャザーを寄せたねスカートなんかもねすごく相性がいいと思いますのでぜひねいろいろな用途にね使っていただきたいなと思います。プルオーバーを作ってみました。こちらね前から見ると本当にシンプルなねデザインなんですけれど後ろにねアクセントがあるんですね。後ろ姿素敵なんです。こちらにオーバー布がついているんです。これね3枚一緒に縫っております。素敵ですよね。華やかな後ろ姿になっております。薄い生地なのでこうして3枚一緒に縫ってもとてもね縫いやすいタイプになっております。そしてねこの周りもね細い三つ折り仕上げになっているんですね。こうしてね細い部分なんかもとてもね扱いやすくなっております。そしてもう一つこちらもプルオーバーなんですけれど襟がねついていて襟ぐりにねそうフラットカラーがね可愛らしいデザインになっております。印象的ですよね。でねフレンチスリーブというのもねこれからの季節にね涼しく着れるんじゃないかと思います。そしてもう一つね大人のブラウスも作ってみました。こちらね小さい襟がアクセントになっているタイプで、袖口もねたっぷりのギャザーとカフス仕立てになっていてアクセントになるデザインになっております。こんな風なねギャザーなんかもとても縫いやすい素材になっております。でねゆとりもたっぷりとついたワイドサイズなんですけれど涼しく着れますし着ていただくと落ち感もあるのでねスッとしたすっきりとしたラインで着れる嬉しいデザインになっております。そしてね子供服も可愛く仕上がっております。こちらね襟ぐりのこれフリルカラーになっております。可愛いですよ ね。こうしたねフリルとかもね縫いやすいんじゃないかなと思います。ね大人と子供でねお揃いで楽しんでいただいてもいいですしいろいろなねデザインでこうギャザーたっぷりとかねたくさん作っていただけたらなと思います。